こんばんは、MSTV ニュースです。昨日10月1日、川崎はインドネシアにおいて新型となる NINJA ZX-25R および NINJA ZX-25RR を発表しました。主な変更点は排出ガス規制ユーロ4に対応またサーキットモード対応の TFT メーターや LDED ウインカーとなります。そして ZX-25RR は KRT カラーでセッティング変更可能なアジャスタブルサスの装着となりますバリエーションは3つ NINJAZX25R スタンダード ZX25RABSSE そして新登場となる ZX25RR となります価格はスタンダードが1億500万ルピア日本円に換算すると99万3000円となります ABSSE は1億2350万ルピア日本円換算で116万8000円 ZX25RR は1億2990万ルピア日本円換算で122万9000円となっています。以上、MSTV ニュースでした。 えー、ということで、ですね ZX25RR がね発表になりましたよね、えー、これはですねもうすでにインドネシア、川崎のですね、えー、ホームページを見ますと詳しく情報を載っておりますので、また m s t b でもね、えー、詳しくやっていこうとは思いますが、えー、これらの関連のニュースはですねヤングマシン氏の、まあ、ウェブ、えー、こちらで、えー、スクープをねずっとやってきた ZX4R。4 R zx 4あるのでネタはですねまあタイトルがねサムネタイトルが zx 4あになってたと思うんですが、えー、ヤングマシン氏のね2021年の3月号、えー、こちら2021年の3月っていうのはね zx 25 r が2020年に出てるので翌年にはですねいきなりヤングマシンはですねあのこちらでこう zx 4あるをですねもう出るぞって 翌年には言っていたんですよね、えー、そういうスクープをですねずっとやってきた中あの、これ、ホンダのダックスももうすでにここで乗ってるってのもすごいですけどね、こんないだ出たばっかりなのに、えー、これをですねちょっとヤングマシンのスクープ記事をねずっと見てまいりますと、えー、こちら、2022年の今年のですね4月号で、こういうスクープですよね、えー、これもですね。 CG ではありますよ、ZX10R カラーのですね、カラーじゃないな、ラオの ZX4 になるんじゃないかっていう、これを今年の4月に大スクープして、これも話題になりました、お本当にこんなの出るのか、えずいぶんですね、ヤングマシンスクープはですね、本当にこの川崎の ZX4R をですね、取り上げてきたんですが、えー、今月、えー、今月というか、10月ですから、9月24日発売後、 えー、9月24日発売後、新車スクープなんてこういつも言ってますけどね、ここにですね、ZX4R、どーンって、ここに乗ったわけですよ、ZX4R、きたみたいなね、結局、10R 顔ではなく、今までの、えー、25R 顔なんですが、まあ、カラーリング変更と、まあ、マフラーの変更があるみたいな雰囲気で、えー、来ているんですが、これがですね、あのー、24日発売後じゃないですか。 でその時には、もうこれね、雑誌もちろん作られていましたけど、実は、えー、昨夜あ10月1日、まあ、昨日10月1日にインドネシアで発表になる、ぎりぎりにですね、えー、ヤングマシンウェブ、これ、ヤングマシンウェブもね、毎回チェックしてくださいね、ヤングマシンウェブでは、えー10月えー、9月24日にはですね、ZX のティザー動画が、インドネシアの方で上がったわけですよ。 えティーザー動画が ZX で、ね、また出るぞって、ZX がまた出るぞって来たときに、まあ、ヤングマシンもここで、ついに ZX4 が10月1日に解禁かって、解禁かって思ってです、ね、これもヤングマシン WEB とともにです、ね、私もヤングマシン編集長にこれ許可を得てやっておりますが、えー、10月1日にもしね ZX4 が、 出たならばヤンングマシンウェブそして、えー、このモーターステーション TV でも大々的に取り上げていこうとして、えー、待っていたんですが実際にギリギリ発表ギリギリヤングマシンはいやこれは ZX4 ではなく ZX25RR だっていうことをです、ね、突き止めて、えー、まあ当日待ってみたら昨夜ね昨日か、えー、25RR というね、えー、このこの こ,この小さいこと、ZX4R って書いたんですけど、えー、なんとこの車体はね ZX25RR で、えー、マフラーの大きさもユーロ4に対応してしたバージョンということにね、えー、なったということがまあ分かったという形でね、えー、ZX4R の発表に関してはですねまだもう少し先送りか、実際に発表するとも言ってないんですが、まあ、ヤングマシンがね 2021年から追っかけて、えー、毎年ね大きなスクープを開いている中で今回の10月1日の発表はねものすごく大事だったんですねよーし来たっ思っていたんですがでもね ZX25RR に来るとは、えー、我々もちょっと思ってなかったんですよねなんと、えー、25R が 525RR というね、えー、この 25RR はねまあサスペンションがね、えー、ある意味なんだろうな スペックアップしたわけですよね。ユーロ4に対応しなければいけない。えっと、インドネシアでユーロ4なんですが、もし日本で販売する、マシン自体はできてるわけですから、これをもし日本で販売することになって、日本に持ってくると、ユーロ5に対応しなければいけないので、このマフラーの状況でユーロ5に対応できるんじゃないかなと思いますし、価格的にはね、まあ、今、日本円換算で、 122万9000円というふうになってますが、これはですね、換算した時のの形じゃないとわからないと思うんですよね。えー、そんな形でね、えー、我々はこの ZX4R および ZX25RR のねニュースにおいては、まだまだこれからもね、えー、しっかりと取り上げて、えー、今の業界の盛り上がり、そして我々は ZX25R でレースをしてますから、 RR が出てきちゃったら例えばグリーンカップにこのサスペンションスペックアップ仕様が出ちゃったらみんな乗り換えなのかそこ問題なんですよえ乗り換えなきゃ勝てないじゃんあの本当にねうちのあのウィズミーファクトリーチームのマシンは本当に足回り変更だけで、えー、今茂木サーキットでね、えー、2分あの17秒まではね入ってきておりますから、えー、そこをですね、えー、本当に足回りだけで 勝ててるマシンにななってしまうと全員の,理解なのかもしくはその今の茂木のレギュレーションもエンジンはいじっちゃいけない,い,け,ないけれどインドネシア仕様っていうのはもともと50馬力ぐらいあるわけですよね。この50馬力ぐらいある仕様がですね茂木、えー、の7時間耐久に入ってくるとそれは他の人たちが勝てなくなってしまうということで実はインドネシア仕様はですね使ってはいけないというレギュレーションになっているのでこのグリーンカップにおいてもですね、えー、そういったまあ新しいマシンはまだ ご発動みたいな、そんな動向をですね、これから我々見ていかないといけないなというふうに思っております。え改めて、ZX25RR、そして ZX4R のニュースに関しては、これからもね、MSTV、そして、最もね、早いのは、ヤングマシンスクープですよ。ヤングマシンウェブの方ではね、これ、ずっと追っかけてきてますので、ぜひこちらの方をね、注目して見ていていただければと思います。以上、MSTV ニュースから、丸山宏がね、 今回はちょっと速報だったので一人でねお送りさせていただきました。